お元気ですか？僕清水です。今回は2022プロ野球チップス第3の開封動画第3回目でございます。それでは早速ね、やっていきたいと思います。第2回目の方ではね、白サインカード2枚出しましたが、今回もね、白サインカードは出ますでしょうかと、ね、ちょっとね、映ってしまいましたがね、ご了承ください。ゴミが映ってしまいました。それでは改めましてね、第3回目の1袋目でございます。広島東洋カープの秋山翔吾外野手です。千葉ロッテマリーンズの安田久則内野手です。続いて2袋目でございます。でヤクルトスワローズ長岡秀樹内野手です。で、これレジェンド来ましたね。東北楽天ゴールデンイーグルスの岩隈久志投手のスターカードでございます。ちょっとごめんなさいね。ございます。続いて、3袋目でございます。でまたね、レジェンドカード来ますね。読売ジャイアンツの松井秀喜外野手のカードでございます。で千葉ロッテマリーンズの佐藤俊也捕手でございます。4袋目でございます。でまたね、同じのが出ました。元読売ジャイアンツ松井秀喜外野手のカードでございます。2回目でございます。千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手の17イニング連続パーフェクト投球のカードでございます。5袋目でございます。ソフトバンクホークスの和田剛投手です。横浜 DeNA ベイスターズの嶺井博輝捕手でございます。6袋目でございます。ヤクルトスワローズの清水昇投手です。でチェックリストですけどね、延長10回決勝3号ソロホームランを打った日本ハムの万波選手のカードでございます。7袋目でございます。阪神タイガースの藤浪晋太郎投手でございます。中日ドラゴンズの高橋周平内野手でございます。8袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの球団3人目のノーヒットノーランを達成した時の東浜直投手のカードでございます。中日ドラゴンズ柳裕也投手でございます。9袋目でございます。阪神タイガースの湯浅敦樹投手でございます。北海道日本ハムファイターズの北山幸輝投手でございます。でラストの10袋目でございます。
オリックスバファローズの本、オリックスバファローズの本田仁美投手です。で、最後は、NPB 史上初、18人目となる通算150セーブを記録した、西武、これ、松田投手のカードでございます。はい、以上でございます。以上で2022プロ野球チップス第3弾の開封動画、3回目を終わりたいと思います。で、白菜カードは出ませんでしたが、ヤクマ選手投手で、松井秀喜選手、2枚目とね、計3枚のレジェンドのね、白菜カードが出ました。またね、お金に余裕があれば、今度第4回もやってみたいと思っております。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。